はい、皆さんこんにちは。徳島大学の馬場と言います。この授業シリーズでは、地震と津波について解説していきます。地震と津波の、物理プロセス、基礎ですね、どのようにして起こるのかということから、どのような被害が起こるのか、それからどういった防災対策があるのかということを多くの先生にご参加いただいてまとめていきます。津波避難施設のご紹介をしますけれども、ここの津波避難施設は、一般にある津波避難施設と違いまして、非常に特殊なものです。普通の津波避難施設は、タワー型であったりして、建造して海の近くにありますけれども、この場所はそういった場所も取りづらいというのもありまして、ちょっと特殊な構造になっています。じゃあご紹介は室戸ジオパークの小笠原さんにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ここは、見学していただくんですけども、これから中に入って、2016年に完成しています。日本で唯一の津波避難シェルターというふうに言われています。ここは地震が起きて、津波が来た時の一時的な避難所です。ずっと避難するための場所ではありません。ですので、津波が引いて安全が確保できたら、別のまた避難所に移動してもらいます。津波シェルターに入る前に大きな柱が3つありますけど、この柱何のためにここにあるのか分かりますか？分かりません。ですね、この高さが 3.6 メートルあるんですけど、津波が押し寄せてくると、一緒にああいう前のある古い家屋とか車とか船とか、海が近くにあるので船とかが流れてくるかもしれません。でそうなると入り口が塞がれてしまうので、それを防ぐためにこの大きい柱が3本入り口を守るために入っています。地上からは、地面からは 3.6 メートルですけど、この地中には6メートル埋まっています。頑丈な作りになっています。この扉ですけど、水密扉って言います。潜水艦とかに使われるのと同じ、スタイルの扉なんですけれども、水の侵入を防ぐためにこの作りになっています。でこれを、被災時には開けて入っていくんですけど、実際に開けてみてください。開きましたね。そしたらまた中に扉がありますね。開けます。はい、もう一度開けてください。中に入ってきました。こんな感じになってます。内部は幅が3メートルあります。で奥行きは30メートルぐらいです。じゃあ、このモニターつけてみてください。1番から順番に押していってください。これでカメラが動くんですね。こういうふうに、はい、景観が見えて、道路の状況とか、津波がどこまで来ているのか、例えば避難するために扉が閉まってしまって入れないっていう人がいないかどうかっていうのも、このモニターで確認をします。シェルターの模型になります。はい、ここが入り口でしたね。この柱があるところで入ってきて、ここぐらいに今私たちこの赤い線があるところにおります。で、津波が来たらですね、上の方に逃げるっていうことがあるので、今からこの螺旋階段、この赤い線のところを登っていくんですけれども、23メートルの地上まで行って、そうすると外に出られるようになってるんですけれども、そこからも津波がどんな風になっているのか、外の状況がどんな風になっているのかっていうことを見ることができます。見てください。今私たちが入ってきた大きな柱がちょっと見えると思うんですけど、そのすぐ前に民家が立ち並ぶ、住宅街みたいなものがありますね。なのでこの海が近くて、でもすぐ後ろ山で逃げるところが、こういう避難タワーもないですね。ここら辺には建ってないです。なので近くに住んでいる高齢者の方がすぐに逃げられるように、この場所に津波避難シェルターができました。向こうのフェンス越しに、海の海面に黄色いポツポツした V が浮かんでいるのが見えますか？見えます。見えますね。見ながら来ました。こういう仕掛けが、イケスなの、設置されてるんですけど、大敷網っていう網
で行う定置網漁です。それも地震が作った地形、海底の地形を利用した漁業なんですけれども、室戸には4カ所、この室戸岬よりも東のエリアにああいう定置網漁、定置網を設置した漁が盛んで行われています。でそういうふうに、地震は被害ももたらしますけど、恵みも私たちはいただいている、この土地を作るのも地震の、作用があるということで、恵みも、同時にいただいているということを地震が起こるときには伝えています。恵みと脅威についてバランスをちゃんと考えながらみんなに知っていってほしいという思いがあります。ここに畳のがずらーっと並んだ列がありますけど、これ、収容された人、ここに避難してきた人が寝るスペースにもなってます。ちょっと寝転んでみてください。寝心地はどうでしょうか？気持ちいいですよ。そういうふうに、逃げてきた人がここで一晩過ごすための施設ですので、基本的には一晩過ごし施設ですので、こういう畳も用意されています。これは外気を取り込むフィルターみたいなやつで、エアコンとかではないんですけど、外の空気を取り込んでいます。ですので、年中ここの気温は一定に保たれているというふうに言われています。夏でも入るとひんやりとちょっと涼しい場所です。ここは、ここに入るときにこのモニターを見て、外の状況を確認して扉を閉めて逃げていきました。今回はここからまた違う避難所に移らないといけないので、モニターを確認して津波が引いていること、外が安全なことが確認できます。なので同じように扉を開けて出ていきますので、開けてみてください。本当はここも閉めてるんですよね。はい、ということで無事に生き残った。次の避難所に行けるということで、こちらで津波避難シェルターの案内を終わりになります。はい、どうもありがとうございました。